そのまま行きましょうか。小1時間煮込んだやつ。どうも、料理のお姉さん、リュウジでーす。まあ、私まだ一滴も飲んでないんですけども、今回はですね、外が寒い。心も体も冷え切ってんすよ。なのでですね、今回は、風呂作りたいと思います。おでんです。前に一回作ったことあるな、至高のおでんっていう、あれもそれも本当にポピュラーなおでんで、今回それではなくてですね、おでんって基本的に練り物が多いんですよ。練り物ではなくて、肉で作ります。肉おでんです。練り物も入れません。肉が主役。マジでうまいですか、これ。めちゃめちゃ簡単なんで、普通のおでんより簡単です。今回それを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、材料説明いきたいと思います。超シンプル。まあ大根ですね、1/2本。これね、450g ぐらいでした。はい、大根はね、多ければ多いほど肉を吸って美味しいんでね。お肉、豚バラと鶏もも肉。豚バラも煮ると柔らかくなるし、鶏もも肉を煮るとすごく柔らかくなります。大体ね、 350g ずつぐらいで、あとゆで卵。卵もね、あった方がいいです。もう固ゆでで、もう茹でて皮むいときました。あとは調味料だけ。調味料は概要欄でお願いします。ではですね、やっていきたいと思うんですけど、まずですね、肉おでんを作る上で何が一番大切かっていうことを考えました。私、料理の出来上がりをもうそもそも想像しておく、味を想像していくのが一番大事なんですよ。提示するのは常に最強の味です。一番大事になるのが何と合わせるか。ということでですね、イメージトレーニングをしていきます。人油、純米吟醸、生吟醸ですね。絶対に僕の肉おでんに合いますよ、これ。出来上がりの味をですね、想像しながら持ってきます。最高、非常にうまいですね。香りがすっごいです。爽やかな最強のおでん作れるということで、やっていきたいと思います。まずですね、この大根の方から切っていきます。切ってからね、剥くっていうのもあるんですけども、僕はもう面倒なのでピーラー使っちゃいます。はい、この方がね、もう何十倍も早いんで、もちろん早い。大根の皮とかはちょっと刻んで、きんぴらっぽい味付けにして炒めて食べると美味しいんで、これ取っといてください。切っていきます。 1.5cm ぐらいかな、僕の場合。隠し包丁、できれば入れといた方がいい。味の染みがね、ちょっと良くなりますから、ね、味染みが命ですから。結果時短になりますからね。もうフライパンにね、入れちゃう。豚なんですけども、ブロック状、角煮、ちょっと大きめの角煮ぐらいに切ってあげるとすごく美味しいので、こっちに入れちゃいます。はい、鶏肉もね、半分切って、まあ6等分ぐらい。はい、こんなもんですね。こんな感じですかね。こんな感じで入れていきます。卵この分量だったらね、6個ぐらい入れてもよかったかもしれないですね。今回はまあ4つでやっていきます。こんな感じです。あとはもうお好みで、なんかちくわ入れたかったらちくわ入れたりとか、おでんの具になるもんだったらもう入れていいです。要は肉入りのおでんっていうだけなので、肉の味がしてね、通常のおでんよりはコクのある味付けになります。まずねお水1リットルないぐらいですね、入れちゃいます。はい白だし大さじ4です。1、2、3、4杯です。白だしはね、 100cc あたり塩分量 10% の濃度のものです。これが 13% とかだったら少なくして、 7g とかだったら増やしてくださいね。至高のおでんの時もこのだしを使ったんですけども、おでんにオイスターソース最高に美味しいの。大さじ1杯、花部を小さじ3、半分ですね、入れていきます。一回ね、強火で沸かす。じゃあですね、どんどん温まってきて、これアク出ました。アク取ってください。他の料理の動画ではアク取らんくていいって言ってるんですけど、思考停止でアクを取らなくていいって言ってるじゃなくて、料理によってアクを取るか取らないか決めてるんですね。今回はおでんっていうのはね、基本的にクリアな出汁が一番美味しいんですよ。なのでおでんの場合は取ってください。料理によってアクを取るか取らないかっていうのは決めてます。豚汁とかの時は取らなかったんですよ。なぜかというと、豚汁っていうのはアクの強さがうまいんでね。このおでんの場合は取ってください。アク取るときはね、沸かした方がいいです。こんな感じで、アクが取れたら火を止めます。弱中火ぐらい。大根をお出汁に浸からしてください。味が浸かるんでね。肉の香りと大根の香り、スープの香り、これで人油を飲んでいきます。アクなんですけども、最終的にこれぐらい取れましたから、はい、結構出ましたね、これね。で、この状態で大根が柔らかくなるまで煮ていきます。だいたい小1時間ぐらいかな。はい、では皆さん、50分ですね、煮込みました。50分煮込んだ後に30分ぐらい冷まして染み込ませました。途中で大根とかちょっとひっくり返してました。見ててる部分はちょっと1回ぐらいひっくり返しました。大根はね、箸でひっくり返したんですけども、箸がスッと入るぐらいホロホロになってるんで、グツグツいって温め直したらもうこれ完成ですよ。完成です。はい、完成です。
はい、それではいただきたいと思います。いただきます。日本酒よ、おでんですよ。鶏肉からそのままいきましょうか。小1時間煮込んだやつ、だしの香りはすごっ。うまっ。うーやばいわこれ。鶏肉ホロホロっすよ。めちゃめちゃホロホロ。大根いってもいいですか。大根ちょっと辛いつけましょうか。大根も味しみてます。やっぱ隠し包丁が効いてますね。めちゃめちゃ美味しい。たまらん。次ね、豚バラですね。脂肪分があるので、からしをマストでいきたいですね。あっ、豚バラ神。豚バラは、からし必須ね。肉の味が染みてて、美味しい。うまいね。つゆなんですよ。これはね、日本酒でいっていただきたいんです。ゆで卵ですね。卵もちょっとからしをつけて。うわお、たまんねえよ。これやっぱおでんをさ作ったから、やっぱあれもやんなきゃいけないんじゃないか。陣雄とおでんだしのコラボレーション1分ないぐらい。あーこれ絶対おいしいぞ。絶対おいしいぞこれ。これ絶対おいしいぞこれ。ふつふつっとなるかなんないかぐらいのところで止めるんですよ、熱燗っつうのは。ここでいいっす。40秒。これでございますよ。肉のうまみが染みたおでん強割り、短波に勝った。超うまい。一生飲んでたいね。ということで皆さん、ぜひ試してください。これ一生飲んでたいね。これから毎朝僕にこの出汁割りを作ってくれないかっていう感じです。うまい。もうちょっと出汁の尺が長くなるから。うまい。うまいんだなって。うまいのはうまいと言うしかなかろうもん。